い、こちらにアドリアさんのスーパーソニック拝見していきたいと思います。大きいやつですね。そうなんですよ、輸入車の中でも多分今日一番大きいやつじゃないかなっていうぐらいね、ビッグなサイズです。外観もねすごい素敵でかっこいいんですよね。このいつも思うんですけど、触覚みたいなね、このあのミラーがついていてすごいワクワクします。バスみたいですね。で電源、外部電源こちらから取れるようになっています。で上にはねこの長い長いサイドオーニングがしっかりとついています。でこちらタイヤがなんと2輪になっていてね、本当にしっかりしているなっていう感じがしますし、この後ろのラゲッジルームだけでもなんか人寝れるよね、住めるよねみたいな空間になっています。非常に広い、ますね、そうですそうです。でさらにねこっち側にはシャワーが、はい、こちら側にはねシャワーもあるので、しっかりね外でもシャワーを使っていろんなものを洗うことができるようになっています。で反対側に来ました。ここにもねしっかりとロゴが入っていて、スーパーソニックの 890LL とねロゴが入ってます。で窓も2つありまして、こちらからも出入りができるようになっています。もともとは左ハンドルのお車なんですけれども、今回ね日本仕様になっていて右ハンドルに切り替えられているのも特徴です。はい、こんな感じでね上のところ、あの黒塗りになっているところなんですが、上からねしっかり光を取り込めるような場所になっています。こちらアドリアさんのスーパーソニック 890LL、2023年モデルです。スロベニアからの輸入車です。乗車定員が4名、就寝定員が4名プラス1名、ベースの車両がメルセデスベンツストリーターです。軽油肉で走ります。お値段が2632万円です。すごいね値段が、はい、2000万超え、2600万超えてきました。超高級車です。ミリミリランド、スーパーソニック入らせてもらいます。すごい、ものすごい、この前だけでもすっごい広いです。高級感ありますね。高級感めちゃくちゃありますね。はい、このね広さがすごい分かるのが、私今ねほとんど前の方に立っているんですが、これねプルダウンしてくるベッドなんですよ。それがねこの幅で収まってしまってるっていうのがね、ものすごい広さがあるよっていうのが分かります。で今ちょうどねあの運転席助手席どちらもくるっと後ろの方に向けていますので、みんなで囲めるようなスペースになっているのと、こちらのテーブルもですねパタンと畳むことができるような仕様になってます。ここにちょうどラインが入っていてパタンと畳めるようになっています。ここもね移動することができます。でこの広々とした窓がついているのがこちらのねスプリンターの特徴だと思います。はい、このね黒のなんだろう質感がめちゃくちゃ高級でいいんですよね。わかります？上質です。これ上質ですよね。さらにここですよ、このはい二段式になってて静かに開けられて、そして静かにイージークロージングで閉まってくれるよっていう、もうこれがめちゃくちゃいいですね。静かです。でさらにこのライティングがねいろんな角度にちょっとずつ調整もできちゃうね、これがたくさんついていますし、ちゃんとね間接照明も余すことなくついているので、本当にゆったりとした空間になっています。で私の大好きなキッチンのスペース、これもしかして来たんじゃない？来たんじゃない？ででーん！来たー！来ましたね。やったー！本日初めて三口コンロ来ました！すっごいいいです。ゴージャスです。で、ここがね、多分人工大理石だと思うんですけど、すごいね、ツヤツヤです。素敵です。で、ここにもね、なくていいのに、ここにライティング入ってるんですよ。だからね、すっごいおしゃれなんです。で、ここにもライトがあるので、もちろん、快適に使えますし、でね、このコーヒーメーカー、こんなところにもね、ちゃんと入れることができて、ここには専用のね、カップをね、入れられるようになってます。これでフレーバー選んで、朝はモーニングコーヒー入れられますね。でさらにこの大きなシンク、このね蛇口もすごいおしゃれじゃないですか。これねたくさんいろんなものを洗いたいです。
で、ここが下かな、あ、上ですね。はい、かっこいい。めちゃめちゃたくさん入れられますね。カトラリーとか、フードも、そしていろんな、ね、グッズ入れられますし、これが1,2,3と。でもこれあれですね、椅子のヘッドレストが入ってます ね、 ますね。でまたこれがイージークロージングになってます。はい、すごい。で下にもね、こちらライティングがあるので非常に素敵ですし、振り返るとなんとセパレートタイプの、しかも両開きタイプの冷蔵庫がついています。冷蔵庫と冷凍庫ですね。上が冷凍、下が冷蔵、めちゃめちゃおしゃれです。いいな。でここあれじゃないですか、電子レンジじゃなくてこれオーブンっぽい感じですよね。あ、そうですね。はい、でここプッシュしてあげるとパカッと入って、こんな感じでね、収納も出てきます。すごいな。でここプッシュもう一回ですね。でここもプッシュプッシュですね。でそうするとここがよいしょ、はい、開きまして、クローゼットと物入れになっています。クローゼットもすごい長いね。コートとかもしっかりかけられるようなスペースになってるのが嬉しいですね。わお。でこのコーナーがちゃんとね、あの面取りしてあってすごい優しいんですよ。こういうところもね、気使ってあってラグジュアリーです。これ忘れてたんじゃない、はく、やった、すごい。ラックが引き出し、あ、すごい大きい。めちゃめちゃ素敵ですね。いっぱい入りますね。いっぱい入れたいです。もういろんなものを詰め込みたい。はい、そしてこちら、はい、ガラス張りですよ。ガラス張りのシャワールームでね、これガラス張りでも大事な理由があって、大丈夫な理由があります。ここね、テレンと開けますとここは閉まるんですよ。はい、間仕切り、はい、でこういう風にしてあげることによって、もうスペースはね、確実にプライベートルームとすることができます。じゃあちょっとね、この中も拝見してみましょう。はい、じゃじゃーんと姿見が出てきました。すごいですよね、この姿見で。さらにラグジュアリーなこねねちゃんと手洗えて、こちらにはトイレスペースもあって、このちゃんとね、トイレとシャワーが別っていうね、素晴らしいです。でここもね、大理石仕様になってるので非常にツヤっとしてて素敵なのと、ここですよ、プッシュって書いてあるところ、開けてあげるとかなりいろんなものをね、ここでも収納してあげることができるようになっています。こういうところも嬉しいですね。本当にラグジュアリーです。なんかホテルの部屋を一室そのまま持ち運ぶような感覚ですね。でちゃんと上には換気もできて、明かり取りもできる窓で、ちゃんとこちら側にもプッシュってしてあって、いろんなところにね、いろんなものを入れられるような状態になっています。これもそうかな、え、これは開かない、あ、これは、はい、開きました。こんな感じですね。おー、本当に困らない、いろんなもの入れられますね。はい、こんな形のトイレスペースです。でこのシャワーとトイレをさらに奥に来ますと、ここにもねプッシュって書いてあって、もう一個、ラックのスペースが出てきました。ここクローゼットとしてしっかり使えます。でさらにこの下には、いやもう2600もすごいですね、この引き出しですよ。それが2段にわたって使えるようになっています。でこれもイージークロージングだから、すごい静かに、そして最後に閉まってくれるようになっています。はい、でここのスペース行きましょうか。はい、お隣のスペースですね。ここもですね、いろんなものを収納できるようなスペースとして、はい、開けることができます。でさらにこちらもよいしょ、はい、こんな感じでたくさんのね、収納スペースがありますので、パジャマとか着替えとかバッチリ入れられるようになってますし、あ、すごい、段々にここもだなって、ここもですね、はい、ちょっと薄めですけどしっかりとした、はい、ベッドスペースの下が収納になっています。こっちはいっぱい入るようになってますね。そうですね、大きいものが入るようになってますね。で私が今いるのが、ベッドスペースなんですけれども、ここね、本当
ツインになっています。でさらにこういうねパーツをこの私のいる真ん中のスペースに埋めてあげることによって大人3人がゆったり住めますって言っちゃった住めます、はいはい、住めますし寝れますし、もうお子さんとかだったらもうねもっともっといっぱい入れます。でここにねちゃんとまた窓があって両サイドにもあって本当にラグジュアリーです。で奥にはしっかりと、収納のスペース、ライトで充電できるような USB ポートまでついています。でここね、ここもポイントなんですよ。実はここ開けられるようになっていて、ここね、ここでも仕切れるようになってます。こっちも間仕切りができる。そう、間仕切りがありますね。でこうしてあげることによってしっかりと寝るときに自分たちのプライベート空間として保つことができます。メレメレランド。はい、というわけでこちらスーパーソニックなんですけども、アドリアのホームページ見てます。ホームページのデザインもめちゃくちゃかっこいいんですよ。でここを押すとですね、動画プロモーションビデオが流れるようになってます。このプロモーションビデオもめちゃくちゃかっこいいです。洗練されたエレガントなデザインと時代を超えたパフォーマンス、スーパーソニック、デザイン、性能、革新性、経験において最高のものを提供する当社の最高峰である新アドリア統合モーターホームのご紹介ですと。でこのね内装めちゃくちゃ高級感ありますよね。ヨット、住宅、自動車の最新デザインからインスピレーションを受けた新型スーパーソニックは洗練された性能と情熱を持つ人々のためにデザインされましたということで、これなんか星が見えてますけど、こういうシチュエーションもいいですよね。夜の雰囲気もすごいなんかロマンチックな感じで、またこのモデルさんがかっこいいじゃないですか。豪華でエレガントなデザインと精密なエンジニアリングの代名詞であるメルセデス・ベンツに完璧に統合された究極のモーターホームのベース車両ですと。デザインなんですけども、細部にまでこだわった斬新でエレガント、そして洗練された新しいデザイン、かっこいいですよね。印象的な新デザイン、クリーンな自動車ラインとダイナミックなスタイリング、アドリアの特徴的な外観とメルセデス・ベンツのベース車両を融合。外装色はシルバーメタリックを採用。隠しヒンジ、ツーウェイロック、プライバシーウィンドウ、内部収納付きの幅広のエントランスドア 650mm、 あとね専用フロントグリル、この辺もかっこいいですよね。ヘラー、デイライトランニングライトとバイ LED モジュール、一体型バンパー、 LED フォグランプ、ワイドアングルの電動格納式サイドミラー、かっこヒーター付きです。であと後ろから見るとこんな感じで、斜め後ろから見たこのフォルムもねすごい存在感があってかっこいいです。傾斜したリアウォールデザイン、リアディフューザープロファイル、リアビューカメラ、ヘラー LED マルチファンクショナルライト、パフォーマンスなんですけど、1年を通して旅先や日常生活で性能を発揮できるように設計されたモーターホームですと。メルセデス・ベンツ、時代を超えた性能、安全性、使いやすさを追求した最先端の精密エンジニアリング。メルセデス・ベンツ最新のエンジンと性能は力強いトルクと運転する喜びを実現しますということで、最新のメルセデス・ベンツのエンジンが搭載されています。ユーティリティを1箇所に集約し、車外からも車内からもアクセス可能なセントラルサービスボックス、電源ソケット、テレビアンテナ、収納を装備。給水タンクは150リッター、最適な位置に配置された大容量タンク。電子式汚水処理システム、オプションのオーニング、アダプター付きと、いろいろ搭載されてます。で床なんですけども、ダブルフロアになっていまして、段差がなく、床下にはユーティリティ、断熱材、収納を完備していますということですね。イノベーションなんですけど、スマートリビング、ドライバーの安全性とモーターホームの快適な居住性を追求し、随所に新しいアイデアが盛り込まれています。運転席と助手席もねすごい高級感ありますよね。運転する時もすごい快適そうな感じがします。より快適に過ごすためにということで、まあ、こんな感じでですね、スマホでそれぞれモニタリングすることもできるし、コントロールすることもできます。 Bluetooth とか Wi-Fi につなげてコントロールすることができますよと。快適性と実用性、
妥協のない卓越した走りと暮らしの体験、妥協のない快適さを追求し現代的な居住空間を実現することで贅沢な暮らしと実用性を追求していますと。感性を磨くエレガントなインテリアはお客様のライフスタイルに合わせてデザインされており、最高の幸福感をもたらします。まあ、そりゃね、この空間でね過ごせたら幸福感だらけですよね。もう、ラウンジ、はい、高級なラウンジです。現代的なオープンプランのラウンジは低い壁と L デザインまたは対面式のダイネットで、座席は新しい縫製スタイルですと。キッチン、より広いスペースと最高の設備を備えた革新的な家庭用キッチン。ベッドルームも広いですよね。センターベッドまたは電動リクライニングベッド、スラットフレームにリュックスマットレスを備えたマスタースイートルームですと。スパ、バスルーム、大型のバスルームには上質な建具、照明、収納が備えられています。ストレージ、大容量のワードロープ、食器棚、引き出しを備えた画期的な収納、高さ123センチの大型収納庫、 LED 照明、ソケット、屋外シャワーを装備、助手席用収納棚、ダブルフロアにも収納を確保してますよと。照明ですね、すべてのリビングスペースにスポットライト、LED ライト、間接照明を備えたスマートライティングを採用。コントロール、照明や主要ユーティリティを簡単にコントロールできるアドリアデジタルコントロールパネル。すべてのリビングスペースにスポットライト、LED 照明、間接照明を備えたスマート照明、アドリアマッチスマートコントロールモバイルアプリケーションを利用可能。優れたレイアウトということで、わずか1センチの違いにこだわり、あらゆる装備があるべき場所に配置されています。スーパーソニックは科学的根拠をもとに設計され、何十年もの経験を詰め込んでデザインされ直しました。今回見てきたものがこちらの 890LL、 このレイアウトになってます。キッチンやバスルームのカウンタートップ、ソフトファニシング、クッションセットなどのオプションでスーパーソニックをパーソナライズすることができますと。まあいろいろね、色が選べると、まあ、どれを見ても上質で高級感ありますね。多分どれ選んでも間違いないと思います。ソフトファニシング、キッチン&バスルーム、カウンタートップ、ホイールも選べるようになってます。はい、というわけでですね、スーパーソニックいろいろ見てきました。まあ、詳しく見たいぞという方はアドリアの公式ホームページの方でいろいろチェックしてみてください。